フアン・ルイス・デ・アラルコンイメン・ドーサは、スペイン黄金世紀の劇作家、ヌエバ・エスパーニャのレアル・デ・タスコに生まれる。アラルコン家は、スペインのアステリアス州の古い貴族であった。アラルコンという名前は、先祖のフェレン・マルティネス・デ・セバージョスが1177年に、ムーア人を、クエンカ近郊のアラルコンの要塞から追放した後、カスティリアをアルフォンソ8世から授かったものだった。 母方の祖父母エルナンド及びマリア・デメンドーサは1535年、メキシコに入植した最初のスペイン人の中にいて、夫婦はタスコに定住した。その娘レオノール・デメンドーサが結婚した相手が、イダルゴと言われていたペドロ・ルイス・デ・アラルコンだった。フアン・ルイス・デ・アラルコンには4人の兄弟がいた。コレギオ・デサン、ホアンデ・レトランの校長であったペドロ・ルイス・デ・アラルコン、聖職者で、 中央メキシコの縄族のヒキリスト教的な風習に関する論文を書いたエルナンドルイス・デア・ラルコン、他にガスパールとガルシアという兄弟もいたが、彼らについてはほとんど知られていない。フアン・ルイス・デア・ラルコンは1581年頃、レアル・デ・テスコで生まれた。父親は、鉱山の監督、母親はスペインで最も輝かしい家系の一つ、面倒酒の子孫だった。フアンは、 背丈が小さく、顔色は色黒で、脊椎五腕だった。彼の批判の中には、作品でなくその要望を嘲笑するものがしばしばあった。1600年、サラマンカ大学で法学の勉強をするために、スペインに行った。法学のライセンシートを得ようとしたが、結局学位は取れずに、1605年、卒業した。セビリアで、しばらく弁護士を開業してから、 1608年にメキシコに戻ると、王立メキシコ大学に入り、1609年には修士号を得た。続けて、すぐに博士号を取るための勉強を始め、修了はしたのだが、学位を得ることはできなかった。学位授与の式典にかかる費用が高額だったからに、違いない。しばらくの間、彼は、法律顧問、代弁者、暫定予診判事をしながら、 大学の講師の椅子を得ようと繰り返し繰り返し、試みたが、果たせなかった。1611年、再び、スペインに渡り、サリナス公爵の雇い人になった。法廷での職探しに関しては、失望の日々が始まった。この時、純粋に金儲けの手段として、異性の良い首都の文学及び演劇界に飛び込んだのだが、それが、結果的として、 アラルコンの多くの劇を世に出すことになった。第一作、エル・セメジャンテでシミスモは不成功だったが、注目はされた。嘲笑し非難する者もいたが、支持する者もいた。十年ほど、彼は二重生活を続けたが、それも、新世界のスペイン植民地のための上級裁判所のようなものより、格上の王立インディアス数期会議に任命されるまでだった。 政治的成功を手に入れ、1628年と1634年には2冊の儀曲集も出版するが、彼の文学活動はここで終わってしまう。作品のいくつかが表説され、彼のライバルだったロペデベガのものとして出版されてしまったからだ。以後の13年は国王への法的貢献に費やし、1639年、マドリードで亡くなった。アラルコンは、 スペイン黄金世紀の劇作家の中では、ただ一人のスペイン系アメリカ人だった。一方、スペインの大劇作家の中では最も、過作な作家だった。作品の熟考と、陰文化と全体の構成を磨くことに、相当の苦心をしたのである。ジェームズ・フィッツ・モーリス・ケリーは、アラルコンのことをこう言った。ルイス・デ・アラルコンより、偉大なスペインの劇作家はいる。ただし、 あのような揺るぎない完全性を示す作品は他にない。アラルコンは少なくとも20の劇を書いた。その中で最も有名な作品は疑わしい真実である。フランス文学史上最初のフランス喜劇であるピエール・コルネイユの嘘つき男は作者本人も認めていることだが、この疑わしい真実の焼き直しである。ところでライバルたちは、 彼の危険に敵意を募らせたのか、たびたび抗論を仕掛けてきた。しかし、彼らの攻撃に、アラルコンは、威厳ある態度を貫いた。ロスペイチョスプリベリジオドウスで、ロペデベガに対して取った彼の逆襲は、冷淡かつ軽蔑に満ちた毒舌の、これ以上はない見本であった。他のどの、スペインの劇作家より、アラルコンは、道徳的目的を気にかけた。 セリフ同様に輝かしい彼の劇的な表現の才能は自然で生き生きしていた。彼がスペイン生まれ出ないことが彼の劇の注目すべきところであると言われてきて、確かにその意見にはいくつかの根拠があるのだが、彼の技量は異常に最新で、エルテイヘイドでセゴビアで、彼は国民的芸術、国民的感情、国民的表現の傑作を生み出した。 ありがとうございます。